アレックス・ポンペス。アレックス・ポンペスは、アメリカ合衆国のニグロリーグの元球団経営者。キューバのハバナ生まれ。後に、国際的なスカウトとして活躍し、1950年代以降のカリブやラテンアメリカ系選手のメジャーリーグ参入に、功績を挙げた。キューバ移民の出身で、資産家でもあったポンペスは、1916年頃からキューバンスターズを所有し、 チームを運営していた1920年代になって、キューバンスターズは、ニグロナショナルリーグに加盟し、ポンペス自身もニグロナショナルリーグの副議長を務めていた。その後インスタンカラードリーグが創設されると、ポンペスは1924年に初めて行われた、ニグロワールドシリーズの開催に尽力した。1930年代になって、キューバンスターズは一時期解散したが、 ポンペスは1935年に新たにニューヨークキューバンズを組織し、チームはマーティン・ディゴの活躍などでこの年の後期シリーズを制する。1936年ポンペスはある事件を起こす。この頃の他のニグロリーグのオーナーがそうであったように、ポンペスも当時ニューヨークの有名なギャング、タッチ、シュルツの組織の重要なメンバーの一人で、 ニューヨークの地方検事トーマス・イー・デューイに目をつけられていた。この年、連邦大陪審からナンバーズ賭博への関与を告発され、逮捕を恐れたポンペスはニューヨークから失踪、メキシコへ逃亡する。結局メキシコの当局にポンペスは逮捕されるが、最終的にポンペスは事件に関して検察側の承認となることを決意し、再びアメリカに戻ってくることになる。 ポンペスは1938年にニグロナショナルリーグの運営に復帰、所有していたキューバ番ズは1941年にリーグを制覇、1947年にはニグロワールドシリーズを制止した。翌年キューバ番ジャイアンツはメジャーリーグのニューヨークジャイアンツの参加に入る。ポンペスはニューヨークジャイアンツの国際スカウトとなり、後に野球伝道入りした。 フアン・マリシャルやオーランド・セペタなどのラテン・アメリカ系選手のメジャーリーグ入りを促した。1971年からはアメリカ野球伝道のニグロリーグ特別委員会の委員を務めている。ポンペスのニグロリーグでの経験は1970年代のニグロリーグ選手の野球伝道入り選考に大いに生かされたという。1974年にニューヨークで死去。 2006年にニグロリーグ特別委員会により、アメリカ野球伝道入り。アメリカ野球伝道他の資料では、1890年5月14日、フロリダ州キーウェスト生まれとされている。ありがとうございます。